地区小型護衛艦は海上自衛隊の護衛艦の緩急第3.4次防衛力整備計画に基づき、昭和42年から48年度で11隻が建造された。ネームシップの建造価格は32億円だったが、昭和47年度計画の吉野では81億円となった。従来、海上自衛隊の作戦は周辺海域の正解。 海上交通の保護及び、本土の直接防衛と区分されてきたが、1965年4月より、海上交通の保護と、周辺海域の防衛の日本柱と再定義した。海上自衛隊としては、両者のバランスをとって推進していく方針であったのに、対し、防衛庁内局では、海原ばおさむを中心として、海上交通の保護を否定して、 周辺海域の防衛のみを推進する意見が強かった。沿岸の作戦は地方隊の担当とされていたが、当時の地方隊は護衛艦を持たず、苦戦艇が配備されていたものの、特に当機の行動には大きな混乱が伴っていた。ちょうど当時、大日本帝国海軍の陳府に反を取った地方隊の組織改編が計画されていたことから、これと合わせて、 第三次防衛力整備計画中に、地方隊に護衛隊を配属することとなった。この時期には、海上自衛隊の霊明機を支えた PF の大量退役が見込まれていたこともあり、地方隊配備兵力の更新充実が急務となった。このことから、三次防の策定にあたって、周辺海域の防衛を重視する内局に対して、海事もあえて反対せず、 地方隊配備護衛隊用の手の建造が三次防の中心事業とされることになった。これによって建造されたのが本型である。設計面では先行する北上型の発展型とされている。基本計画番号は E-106。線形としては椅子図型で開発された2層の全通甲板を持つ車道甲板型が踏襲された。 基本構成も、おおむね同様だが、アスロックの装備や上部構造物の大型化に伴って重心が上昇したことから、水船長を4メートル短縮する代わりに幅を0.4メートル広げて、復元性を維持した。なお、本型はもともとは、地方隊配備用として構想されていたものの、DD の建造が遅れたことから一部が護衛艦隊に回されることになり、 小型の船型にもかかわらずチョーク遠征を強いられたが、特に当期の日本海では、動揺が激しく、手法違反状で射撃準備に当たっていた、宝来町の旗乾板への転落、殉職といった事故もあったとされている。同時期に建造されていた、高月型後期型や峰雲型と同様に、両派性改善のため、全長の約四分の一にわたって、ナックルフレアを付して、 上甲板や環境への波しぶき打ち上げを防いだ。また、DDA-DDK と同様に単身儀を同様のバウドームに収容して搭載したことから、監視は前方に鋭く突出したものとなっており、主怒りのうち一つは、監視上部の選手材に取り付けたバウアンカー。もう一つは、監視部左限に設置されているのも同様である。このバウドームは、DDA-DDK と変わらない。 大きさであったことから、船形の小さな本型にとっては、船体抵抗への影響が大きく、特に巡航速力以下では、著しいとされていた。このため、所要の航続距離を確保できる、船型の実現には相当の苦労が払われたものと言われている。イン一人あたりの居住面積は2.5平方メートルと36でと、ほぼ同程度だが、本型では、 冷暖房装置の性能強化によって居住性の向上を図った。先頭、居住量区画に対して、直接膨張方式の冷房とサーモタンク方式の暖房が施された。冷房量の増大に伴い、従来の低圧通風方式に変えて、中圧通風方式を採用、ダクトの大型化を回避し、出口層の増大に対して低減対策を施した。なお、 海洋汚染防止法を受けて、47年度間、手塩以降4隻では、汚物処理装置及びビルジ排出防止装置等を搭載して巡航したため、基準排水量が30トン増加した。またこれ以前の建造艦にもバックフィットされている。このほか、レーダーの巨蔵防止のために、十勝以後の艦では、マストに電波吸収体が取り付けられている。 機関構成は36でをほぼそのまま踏襲しており、4000馬力の2サイクル V 型12気筒中速ディーゼルエンジンに4機を、流体次手と減速機を介して2機ずつ2軸に、まとめるというマルチプルディーゼル方式が採用された。機関のシフト配置について、従来の護衛艦とは異なり右軸用が前に、左軸用が後ろ側に配されている点も、同様である。 また搭載する手記も同様であり、日立舞鶴と石張東京が建造した艦では、北上と同じ三菱長崎製の12ユル30、40ヌル丸型が、三井玉野が建造した艦では、大井と同じ三井玉野製の 1228V3、BU-38V 型が搭載されている。要求性能上の最大出力は25ノットとされていたものの、 現実には25ノット弱が限界であり、出力の余裕の点で課題を残した。本型では、手機の防振・防音対策の強化が図られた。特に煙突と煙突室の溶石を有効活用して、排気管の拡張性を大きくするなど消音機の能力強化が図られて、かなりの成果を上げたとされている。電源として用いられる発電機はべてディーゼル、駆動であり、 出力4 0 0ットの主発電機2機、1 2 0ットの補助発電機1機として、主発電機出力は DDK と同等を確保した。これは、ソナー等の所要電力と、艦内生活用の消費電力の増大に対応したものであった。本型の装備は多くの点で、山雲型護衛艦のそれを本型の艦隊規模に適合化したものとなっている。戦闘式書は、 山雲型や高月型と同等の式、情報処理能力を備えていた。また、アナログ式の目標指示装置として TDS-1 を備えているが、これは長月、夏雲で搭載されたものと同系列の装備であった。対空捜索用のレーダーとしては、国産新型の OPS-14 が搭載された。対水上捜索レーダーは OPS-17。オプス17 また電波探知装置も、前期型では、ノルア -1B、後期型では、ノルア -5 と、いずれも DDA-DDK と同様の装備となった。ソナーについても、小型艦であるにもかかわらず、DDK-DDA と同じ大出力、低周波の66式単身技 OX-3A を、バウドームに収容して搭載した。また、水温薬層化の目標を探知できる、 要可変深度式の s q s 3 5アイボズの装備も計画されたが、予算上の制約により、11隻中6隻のみの装備にとどまった。対戦兵器は大きく増強されており、概ね 37DDK と同等の装備が備えられた。北上型の71式ボフォースロケットランチャーより、強力なアスロック対戦ミサイルが搭載されている。 このように戦闘ン級の艦にアスロックを搭載した例は、他にないが、予備弾の収容スペースを設ける余裕がなかったため、搭載弾は、74式アスロックランチャーに、装填された8発のみとなっている。一方、その代償として、方向兵器はやや弱体化した。十六でや十七 d d k では、50合計メートル連装速射砲が二機搭載されていたのに対し、 本型では、後部の砲塔の代わりに、上陸支援艇から流用された 40mm 連装機銃が搭載された。主砲射撃式装置は、同年度の DDK と同じく、国産の新しい72式射撃式装置1型、B とされたが、副砲イバンは 40mm 機銃と同時に、LSSL から流用されたマーク51とされた。しかし、 特に 40mm 機銃はすでに性能的に陳腐化しており、高速の攻撃機や対艦ミサイルに対する阻止火力としてはほとんど期待できなかった。このことから第4次防衛力整備計画では防空力を強化した発展型の建造が計画されており、48年度間では90口径 35mm 連装機銃の搭載が予定されたものの、 取得予算が認められず、実現しなかった。本型は、1971年に収益を開始して、順次に、第33、34、35、37、護衛隊を編成した。上記の経緯により、本型はもともとは、地方隊配備用として構想されていたことから、33体は、横須賀、34体は佐世保、7体は、クレト、 それぞれ地方隊に配属されたが、DD の建造が遅れたことから一部が護衛艦隊に回されることになり、第35護衛隊は昭和48年度から56年度まで第4護衛隊軍に編入されていた。33隊は全艦が VDS 非装備艦であったが、他の3隊には2隻ずつの VDS 搭載艦が配分された。1982年には、 第35護衛隊が地方隊に隷属外を受けると、共に第37護衛隊が新編され、5個護衛隊として地方隊の主力を担った。その後、初雪型汎用護衛艦の地方隊への配置に伴い、1996年から退役が開始され、2003年に全艦退役した。第4次防衛力整備計画では、当初、 本型の性能向上型での建造が計画されていた。これは速力を28ノットに引き上げるとともに、新型ソナーや股間防空ミサイルを搭載するものとされていた。しかし28ノットを確保するため基準排水量は約2000トンに増大し、DD に対して小型安価というでのメリットが損なわれることから、基本設計は本型を踏襲して建造することとなった。 検討過程で、新型での対戦兵器は、アスロック対戦ミサイルとボホース対戦ロケット砲の2、系列とすることが構想されるようになった。股間防空ミサイルは高価だったことから、ボホース艦のみに搭載することとされ、アスロック艦は、陸自装備の新型機銃である90口径 35mm 連装機銃を搭載することとされた。その後、一時防で建造された、 旧型 DD に、ボホース対戦ロケット砲を搭載して、地方隊に配備する構想が生まれたことから、ボホース艦の構想は削除され、1500トン型のアスロック L-90 搭載艦の構想のみが、生き残った。昭和48年度までは本型の建造を継続した後、昭和49年度計画より、この新型でに移行する計画とされた。新型では、 計画を1年前倒しして昭和48年度での建造が認められたものの、肝心の L-90 の取得予算が認められなかったため、本型の3週間として建造されることになった。ありがとうございます。